ていただくのはですね、大茶森のお茶は、ここいさと同じように一茶碗で、大体7、8人飲み流します。今日15人いらっしゃいますので、茶碗を2つ使います。で、飲まれたら、飲まれたところを拭いて隣の方にお茶碗を回していただきますので、1枚はお菓子用、1枚はお茶碗を拭く用という、はい、今の扱っております夏目、漆塗りの夏目ですけども、これは西大寺に伝わります薬壺を拡大してお茶の実に使う、なっておりまして、あくまでもお茶をお薬として飲みますというのがこの夏目で表しています。この福さも普通のお茶の4枚分大きさがあります。大変さばきにくい福さです。この茶尺ですが、これも普通の茶尺の何倍ありますかね、非常に大きなもの。お茶碗と水差し、これは、これ加湿器を下げてください。お茶碗と水差しは招待焼きです。地元のお茶碗を使ってます。今使っているお茶碗は、家康山の家康先生の作品です。から仏さんの前に献茶と言います。お供えしているお茶は、あれはお茶碗は、あれは、麓釜の井上先生の作品のお茶碗です。どうぞお菓子をいただいてください。返しも持って、はい、持って食べられたら1枚たたんで、ところか、大茶碗のところを一味和合と申す。一味和合、一つの味を持って心を一つにする、6キロほどある茶碗ですから、特に女性の場合は一人で飲むのが難しいことがあります。で、初めて隣同士に座った方、今日は皆さんね、一つの門下生でいらっしゃいますけども、初めて座った方も助け合って一杯のお茶をいただくということで、大茶碗の心は一味和合と申します。たもとか、ところかたもとにね、たたんで飲む。大体、古武道を収める皆さん方は返しを懐に入れてらっしゃるんですね。だから皆さん、男性の方は、脇差しを刺されてますでしょ。やっぱり昔の形を、伝えるということで、刀を持つ。当然刀を持つと返しを懐に入れて、刀を汚した時にそれで、だからこうやってどこかにお邪魔した時にお茶を出された時にはその返しを使う。よく昔の時代で、ちゃんちゃんと来たんだと、ついて、あーって投げますから、大きなことやってますよね。まだね、こういう返しを持つ。
染病の方たちに薬としてこうお茶を出していたということを話しましたけれども、西大寺の記録を見ますと、4万人の人のハンセン病内容の人たちも記録されました。そのうち半数が治って帰ったと、記録に書いてあるんですね。で、京都から奈良に入ります昔の王冠、今で言ったら国道1号線みたいなのがあるんですけども、その王冠の横に18軒堂という長屋、18軒の長屋を、建てており、今でも一部残っておりまして、重要文化財に指定されております。で、大名と分かると山に捨てられると隔離されたわけですね。で、ところが普段は物乞い、孤立をして生活をされていた、要するに世間から捨てられたわけですよ。収入のすることができない、または食料を調達することができないということで物乞いをされていた。で、その方たちを山からその、王冠の横にお連れして、大体18軒の中に4人、5人一緒に共同生活、今でいうグループホームを750年前に建てていたということです。で、実の横にその、18軒目を建てたのは京都と奈良のつなぐ道ですから、日本で一番人通りの多い道なわけです。そうすると物乞いをするにも道の横に長屋を建てると、その物乞いがしやすいということで、そちらに18軒堂を建てたという歴史がございます。一番最初の方はうちの職員が隣からお手伝いします。両方から手伝ってもらって一杯の茶碗もいただいてください。堅苦しくなく楽しくどうぞ。横から、ね、手伝いますから、男性もね、案外大丈夫なんですけども、特に冬場はですね、手がつるつる滑って、特に見にくいです。両方から手伝ってあげてください。手伝うのはね、要領として、飲ませようとしないで、茶碗を軽くするように、こう持ったときに、底の方を軽く抱えてください。飲まれたら拭いて、はい。そうです、そうです。お茶を飲みながら口出さってください。茶碗の中に戻りますから。でもね、はい、どうぞ両方から手伝ってください。手伝ってあげて、軽くなるよりもここまで持つのはね、楽なんですよ。こっから先がね、非常に難しいんです。健康のお茶ですから、たくさん飲んでください。足らないときはまだ立てます。で、お茶を飲むと仮面があって目がシャキッとしますから、的に当たりますよ。両方から、要領としてはお茶碗を軽くするように持って手伝って、飲む覚悟は自分でつけてください。茶碗はできるだけ抱えて渡してください。みんなこするからね、皆さん座ってるときお前が白くなるよとか。
そこの方に手入れてあげてね、そこというかその底じゃなくて、一番今低いところ、そこからこう上げてあげてね、そこを角度がすぐあげてね。飲んでる人の写真を写ってない。